MCJ 参加の中核事業会社である株式会社マウスコンピューターは東京都中央区に本社を置くパソコンの製造・販売を行っている企業である通信販売による BTO を主たる販売方法とするいわゆる直販メーカーである2006年10月に株式会社 MCJ から会社分割されて設立した2008年10月にパソコン機器メーカーの株式会社ヤマを 九州合併しており、飯山ブランドのモニターの発売元でもある。現在のマウスコンピューター社は MCJ より会社分割されて成立した企業であるが、MCJ がそれ以前より使用しているブランドでもある。ため、本校では会社分割前についての説明も一部含む。マウスコンピューターは、インターネットコミュニティなどでは、中小のパソコンショップと分類されることも、 しかしマウスコンピューターの属する MCJ グループは連結売上高が1000億円でインテルやマイクロソフトの正規代理店のテックウィンドやエイスースの正規代理店であるユニティモニターメーカーとして知られるい山を参加に収めておりパソコン部品の輸入から製造販売までを垂直統合する大企業であるあまり知られていないことであるが日本のホワイトボックスパソコン市場 OEM 市場は再編が進んでおり、ユニットコムやドスパラも売り上げは数百億円で、コージロや99電気は山田電機の系列になっている。世界的な BTO 企業で売り上げが数兆円規模のデルや数千億円規模の E マシンズには劣るものの、かつての牧歌的なドス、V ショップとは違う戦いが展開されている。マウスコンピューターは外カンダの電気街に、 長らく直営店舗を構えていることから、秋葉のメーカーというイメージを持たれがちであるが、埼玉県春日部市で1993年に創業したパソコンショップがルーツである。秋葉原には、電気街に1990年代後半からショップを構えていたが、本社機能を春日部から移転させた時期は、創業から10年後の2003年で、秋葉原駅の近くに本社を構えていた。 その後2006年頃にアロシステム本社ビルへの移転を経て2008年頃に浅草橋の CS タワー内に MCJ グループ各社の本社機能を集約している。また2007年に MCJ がツートップやフェイス、パソコン工房などの親会社であるユニットコムを買収し2012年にユニットコムがグッドウィルを買収したため秋葉原での勢力は拡大している。 マウスコンピューターのパソコンはホワイトボックスパソコンと呼ばれるもので標準的な既製品のパーツを組み合わせてパソコンとして完成させたものである。ノートパソコンの場合には半完成品であるベアボーンを元に作っている場合もある。大手家電メーカーのナショナルブランドパソコンはデザインや軽量化や大量生産などのために独自設計の特注パーツを使用することがある。マウスコンピューターも バイオスやケース、外装は自社ロゴや OEM 供給先のロゴが入った専用仕様であるが自社独自設計と言えるものはほぼ見られないホワイトボックスパソコンの常ではあるものの個々のパーツを単体で見ればパーツメーカーが既製品の外装などを簡略化し業務用組み込み用と向けなどとして販売しているものであるノートパソコンも同様にマシーなど 海外メーカーの既製品ベアボーンで、これのメーカーロゴとバイオスを自社仕様に変更して大量発注したものである。なお、段ボール箱など、包装やマニュアル類は自社ロゴの入った独自のものか、あるいは OEM 供給先のものを使用している。かつては電源装置が不安定であったことから、チェック体制の強化やベンダーへの改善点を提案するなどの努力を続けた結果、2010年、 ゴロから品質が向上したという。マウスコンピューターは日本のホワイトボックスパソコン市場ではトップクラスの規模を持つメーカーである。売上高は197億円でパソコン1台を10万円と仮定しても20万台程度生産販売している計算になる。ここまで大規模に生産する場合、受注生産でも部品在庫が必要になる。しかしパソコンの部品は陳腐化が早い生物で月に 平均6%から10%、最悪30%も価格が下がり損が出る。そこで、マウスコンピューターは商社を買収して、部品管理を任せ、受注情報を10分単位で商社と共有する、IT システムを構築して、在庫で損が出ないような仕組みを構築している。また、マイクロソフトプラチナム OEM。 マイクロソフトパートナープログラム認定ゴールドパートナー、インテルテクノロジープロバイダーなどの認定を受け、並行輸入ではなく正規の卸売業者を通じて、メーカーから部品供給を受ける体制をとっている。インテルは、この流通ルートをチャンネルと呼んでおり、大手家電メーカー向けのダイレクト OEM と比べて、数日数週間で最新技術にいち早く対応できる点が特徴である。 マイクロソフトも大規模なシステムビルダーとして厚遇しており、パートナープログラムの2段階の認定レベルの、うち上位のゴールドレベルとして処遇している。また OEM コンピテンシーについてはさらに、プラチナの称号も与えているようである。飯山事業所、マウスコンピューターは、ホワイトボックスパソコンのため、ケースや電源ユニットなどほぼすべてのパーツを、中華民国や中華人民共和国、 アメリカ合衆国やマレーシア等からの輸入品に依存している。そういった意味では国産パソコンというより国内組み立てパソコンである。しかし月産数千数万台は牧歌的な課内工業で対応できる量ではない。マウスコンピューターは以前は日立製作所とヨカワ工場、後に神奈川県や島根県など複数の工場に生産委託をして対応していたが、 最近は買収した飯山のモニタ工場で自社組み立てを行っている。長野県飯山市の工場はセル生産方式を採用しベルトコンベアを使った流れ作業ではないが飯山時代の試験設備やノウハウで品質を高め飯山産をブランドにしようとしている。特に組み立て、構成ミスの防止と出荷時の動作保障にはこだわりを持って取り組んでおり、法人向けの マウスプロでは専用ラインを設けて手厚く対応している。大手家電メーカーの製品と比較して相対的な低価格を実現させるために様々な企業努力を行っている。例えば、アロシステムやシネックスと PC ジャパンを設立して部品の大量購入、共同生産、物流の一本化などのサプライチェーンマネジメントを行ったり、コールセンターが集積する沖縄の 情報特区で電話サポートを行って人件費抑制を図っている。この価格競争力が商品の最大の強みである。マウスコンピューターは日経パソコンのパソコン満足度ランキングのデスクトップ部門で2008年から連続してトップ10に入っている。最高は2008年の2位で、その後徐々に下落し2011年は8位である。特に コストパフォーマンスが評価されており、2008年には1位を記録した。一方でサポートは2011年に11位に下落している。マウスコンピューターは24時間365日の電話サポートを提供している。夜間、深夜、早朝の問い合わせは4割もあり、土日も熱心にかけてくるので、ユーザーのライフスタイルに合ったサービスを提供していると言える。 問題はつながってもすぐ切られてしまう提案切りである。マウスコンピューターは2006年に沖縄のコールセンターを買収して電話対応をプロに任せた。しかし評価基準は受電率であり、オペレーターはユーザーを待たせずに電話に出さえすればよく、FAQ の一覧表示を見ながら対応して解決はユーザーに丸投げし他の電話に出ることが優先された。そこで二千十年からは 沖縄のコールセンターを自社運営してユーザーの問題が解決するまで対応することにした。また、ウェブサイトの情報不足もパソコン満足度ランキングで不評と評価される一因となった。そこでマウスコンピューターはオペレーター向けの FAQ 情報を3000件から1万件に増やし一部を顧客がシリアルナンバーで検索できるようにした。マウスコンピューターの修理拠点は 歴史的に、かすか市とその周辺にあり、現在も、埼玉サービスセンターとして所在する。サービスセンターには、修理情報を収集する、修理技術グループや修理を行う、修理作業グループ、連絡業務を行う、修理連絡グループなどが存在し、修理作業グループは、金属10年以上のベテラン技術者が多いようである。修理は受付、診断、修理、 品質検査、出荷の5段階で行われる。まず顧客からパソコンが送られてくると、添付品の確認や写真撮影を行い、RPF と呼ばれるデータベースに入力する。このデータベースは沖縄のコールセンターとも連動しており、サービスセンターでも顧客の問い合わせ状況を把握できるようになっている。次に診断技術者がパソコンを欄に接続して、診断用のプログラムで、 コンピュータウイルスをチェックしたり、部品単位で動作確認を行ったりする。合計27項目の診断を行い、必要に応じて、修理連絡グループが顧客に対して問い合わせも行う。故障箇所を特定したら、修理技術者が修理を行う。最後に、QC 技術者が18項目を確認して、品質を確かめてから顧客に返却する。二千十二年現在、 到着後24時間以内の修理比率は約2割で、これを5割以上にするために体制の見直しを行っているという。なお、故障内容の7割は電源周りだという。日経パソコンのパソコン満足度ランキングによると、初心者8%、上級者25%、職業利用者11%で、プライベートユーザーが多い。 NEC や富士通のように初心者率が高いわけでもなく、レノボやパナソニックほどは上級者を名乗るパソコン歴が長いユーザーもいないようで、あるが職業利用者率は12中10位でパナソニックやエプソンダイレクトデルと比べれば半分である。マウスコンピューターは当時19歳だった高島裕二が祖父の代から続く高島屋衣類店の経営危機器を乗り切るために パソコン通信を使ったパソコンの製造販売を始めたことに始まる。ちょうどその頃、日本では DOS-V が普及し、デルや秋葉原の DOS-V ショップが BTO パソコンを販売し始めていた。1995年にマイクロソフトウィンドウズ95が発売されると、パソコンはヒット商品となり、日経トレンディの番付けにも登場した。高島は3時間しか眠らずに無給で、 パソコンの組み立てや顧客対応に追われた。1998年、有限会社高島は株式会社化し、マウスコンピュータージャパンとなった。社名の由来は、マウスのように人とパソコンの橋渡しを行い、常にお客様の視点から、より快適なパソコン環境づくりに役立っていける存在でありたいという願いからである。しかし、その後の組織変更によって、社名が消滅して、 ブランドとしてのみ、継続使用されている時期があった。その間に存続会社である MCJ は上場して、資金を調達し、PC パーツの大手総合商社、シネックスの日本法人を買収し、メモリモジュールを製造販売する、アドテックと資本提携するなどして、部品調達や販路を拡大し、企業グループを形成していった。2004年頃は、 大手家電メーカーのパソコン販売が低迷する一方で BTO メーカーやホワイトボックスメーカーが業績を伸ばしていた MCJ は約108億円を売り上げ出荷台数の成長率は144.4%に達した2006年にはマウスコンピューターが独立した会社として再設立された2007年に MCJ がツートップやフェイス パソコン工房などの親会社であるユニットコムを買収しグループの売上高は1000億円を超えたグループの完成品 PC 製造の売上高は推定約330億円となりホワイトボックス市場におけるシェアは50%を超えたしかし国内のパソコン出荷台数は2005年をピークに減少横ばいに転じ飯山の倒産や日立製作所の デスクトップパソコンからの撤退などが続いた。外注先を失ったマウスコンピューターは民事再生法申請に追い込まれたい、e、い山を合併し、生産、物流拠点を統廃合し、PC 製造の大半をファブライトから内製化した。2008年度から2010年度にかけて MCJ グループは減収となり、パソコン事業の不振が続いた。原因は、 インテル社製チップセットの不具合による機械損失など様々である。またより大きな外部要因としては2000年代に入ってもノートパソコンとなんとか語部の戦いを続けていたデスクトップパソコンの割合が3割を切り、ネットブックのような新しい種類のパソコンが対頭してきたこと、同じく2000年代に一世を風靡したデジタルオーディオプレイヤー市場が成熟し、 スマートフォンのような新しい種類の携帯端末が普及してきたことが挙げられる。マウスコンピューターは本業に注力し経費削減などで利益率を高める慎重な経営を続ける一方で新規ユーザーの開拓を進めている。2016年まで使用されていたロゴマークは6ピースチーズの穴から隠れたネズミの尻尾が見えているというデザインを採用していたが、 同年1月21日にロゴマークのデザインを変更。チーズのモチーフを継承しつつ三角形をベースとしたよりシンプルなものとなった。それに合わせて同社のブランド名を社名と同じであるマウスコンピューターからマウスに変更した。また、コーポレートメッセージとして期待を超えるコンピューターを打ち出しているデスクトップ PC やノート PC、高性能のゲーム PC、 ビジネス PC、タブレット PC を幅広く品揃えている。また家電量販店のショップブランド向けに、ノーブランドパソコンを供給している。以下の製品一覧は2018年8月、現在のもの、G、チューン、ネクストギア、マイクロ AM550SA に、市場の声を受けて、電飾を廃止し、シンプルで直線的なデザインを施行した、ゲーム用パソコンのブランド、もともとあった、 ハイエンド製品ブランド、チューンが前身となっており、オンラインゲームの流行に合わせてリニューアルされ、誕生した、高性能ビデオカードの排熱や高電力消費に対応した設計が特徴で、オンラインゲーム運営会社の提示する推奨スペックに、準拠したゲーム推奨パソコンや 3D 対応パソコン、水冷パソコンなどがある。最初のモデルは2004年に1月にリリースされ、リネージ2に、 いち早く対応しているゲームユーザーだけでなくゲーム制作会社やインターネットカフェなどの法人用途にも人気がある2011年に発売が開始された法人向けパソコンのブランド2016年に発売が開始されたクリエイター向けパソコンのブランド名前はダイナミックアプローチイメジャリーオブビジュアルの略でライブと読む広告ビジュアル制作会社アマナの協力のもと 製品開発が行われた2014年に発売されたスティック型パソコンマウスコンピューターが販売している製品の中では最小サイズのパソコンであり液晶ディスプレイやテレビの HDMI 端子に接続して使用するかつて展開されていたシムフリー端末のスマートフォンブランド2015年6月に発売が開始され小型ディスプレイを 搭載する q 5 0 1と6型ディスプレイを搭載する Q601 がある。過去の一時期には、主に台湾のシャトル製のベアボーンを利用した、キューブ型パソコンの組み立て販売の国内大,大手の一角であった時期もあるが、シャトル社日本法人による日本国内販売体制の変更などから、現在ではキューブ型製品は収束しており、過去に販売した製品のアフターサポートのみを、 継続している。主な販売形態は、通販、ネット販売、直営店舗販売、コーポレート営業、チャネル営業の4つである。売上げの割合は、通販34.5%、直営店12.8%、法人17.3%、量販店34.8%であり、通販と量販店が販売の両軸を成している。最近は法人向けや、 ダイレクトショップの売り上げを伸ばそうとしている。ウェブショップは8つのカテゴリー、タブレット PC、速能モデル、サポートセンター、店舗情報に分かれており、最初のページには、キャンペーン情報や、ニューモデル情報がチラシ風の演出で掲載されている。商品写真などは、内製で、いいコマース営業職が、フォトショップや、イラストレーターなどで作成し掲載している。商品写真をクリックすると、 シリーズごとに2つから4つの基本パターンが提示され、その中の1つを選んでカスタマイズと見積もり、注文ができる。創業地のカスカベの他に、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の大都市部に直営店がある。かつては北九州にも直営店があったが、現在は閉店済み。この他に、ベーシア電機の店内にサテライト店を設けており、 郊外に4店舗を展開している。しかし MCJ グループのパソコン工房や同業他社のサードウェーブと比べて店舗網の規模は小さく、量販店での販売の方が多いようである。直営店では即納モデルを販売しており、工場経由で4営業日の納期を1から2営業日に短縮している。また大都市部の直営店はショールームとしての機能も持っており、秋葉原店には G-Tune 製品専門店舗 G-Tune ガレージが併設されている余剰部品余剰在庫の発生を極力抑制するビジネスモデルを取る都合として現在ではパソコン部品の単体販売は行っていない法人営業部門が代々木アニメーション学院のような教育機関やカナダドルやオンラインゲームなどの 3DCG 制作を行う企業 インターネットカフェなどに出荷している。しかし法人向けの比率はそれほど高くなく20%以下にとどまっている。同じ BETO 方式のデルは法人比率が80%に達しており大企業や観光庁、中小企業に幅広く販売している。しかしマウスコンピューターにはオンサイト保守や常駐のような大企業向けのサービスを行う企業体力はない。そこで 故障率の低いマウスプロを投入して構造計算を行う建築設計事務所などの中小企業や双方に買ってもらい法人比率を30から40%まで伸ばす予定である EMS の商品特性上店頭で名前は表に出ないもののコストパフォーマンスに強みを持ち MCJ グループの MBK と共にショップブランドの OEM 供給という形で 幅広い販路を持っている。ヨドバシカメラ、ベーシア電機、小島などの家電量販店や、PC デポ、エディオングループ、ソフマップなどのショップブランド、過去には、ヤマダ電機やケイズ電機、ビッグカメラ、村内電機やフロンティア人代にも卸ろしていた。家電量販店での販売は2003年度に急速に、伸び、約10社に、約12万台を納品し、約180店舗で販売していた。 ショップブランドは家電量販店にとって競合他社と差別化を図り周辺機器を一緒に売るための商材として魅力がある一方で店員にとっては小売単価が低く勤務評価に結びつきにくいことや初心者向きではないため売りにくいという意見もあるこの市場は競争が激化しておりまた家電量販店とは販売実績が伸びなければそのメーカー製品が 店頭から短期間で姿を消すこともある厳しい業界であるが、量販店向けに約34億円を売り上げており、財務数値を見る限り相当売れていたことは事実である。そのような状況下で2004年、当時の大口販売ルートの一つであった山田電機は同業の工事路を子会社化し、BTO ホワイトボックスパソコンを同社のフロンティアブランドの製品に事実上一元化した。 このことを契機に、山田電機では、マウスコンピューター製品の取り扱いが終了した。一方で、他の家電量販店チェーンでは、ゲートウェイの E マシンズなどが続々と参入し、競合関係となった。2007年から2008年にかけては、デルやヒューレットパッカードが、量販店での販売に参入している。ソーテックが恩器用に、ゲートウェイがエーサーに買収され、2012年には、 音器用が量販店販売を休止するなど、市況は年単位で刻々と変化している。なお、マウスコンピューター製のパソコンについては、OEM 供給した製品のサポートも一括して担当している。そのため、パソコンショップや家電量販店で購入したショップブランドのパソコンについて、サポート連絡先がその購入店舗ではなく、 マウスコンピューターであったという話は多く聞かれる。パソコンのケースのどこかに、アルファベットの U から始まる9桁の番号のバーコードのシールが重複されている。このシールが重複されている製品については、ショップブランドに OEM 供給されているパソコンであっても、製品保証、電話サポート、修理は販売店ではなく、マウスコンピューターが受け持っている。 2016年1月21日に行ったブランドロゴ変更に伴い、テレビ CM の全国放映を開始している。CM 出演者、編集2015年6月に自社ブランド g チューンのウェブ CM が制作され、YouTube の公式チャンネルにて公開された。同 CM では、グラビアアイドルの倉持ゆかが g チューン製品の擬人化役として登場し、 ゲームプレイヤーに語りかけるという内容になっている。なお、グループ会社であるユニットコムも同じ内容の CM を制作しており、こちらは AV 女優の桜マナが出演している。マウスコンピューターには自社ブランド g チューンのマスコットキャラクターとして g チューンちゃんが存在する。g チューンちゃんは老人のじいちゃんと少女のチューンちゃんの二人組であり、2013年9月2日に登場して、 以来、同ブランドの魅力を伝える役割を果たしている。じいちゃんちゅうんちチュじいちゅうんチゃンは、当初、公式ウェブサイトでの漫画による製品紹介が主だったが、2014年4月21日にシステムボイスなどを含むオリジナルデザインテーマがカスタマイズオプションとして販売されたのを皮切りに、MMD モデルやキャラクターソング、T シャツなどの各種グッズや、 ラインスタンプといったキャラクター展開を行っている。特にキャラクターソングに関しては、MMD で制作されたミュージックビデオが YouTube で公開されており、iTunes ストアでも実際に販売された。また、g チューンちゃん二人の声は、声優の小山つよしと南条吉野がそれぞれ担当している。ありがとうございます。